それじゃあ。ちょい待てや。それじゃあ。よく時間を割いてるのは読書ですね。ほう。小説が大半です。小さい頃から物語が大好きで、自分がその世界に入り込んでる想像をして楽しむんですよ。なるほどな。ミステリー、SF、歴史もの、ジャンル問わず何でも読みますけど、一番好きなのは恋愛小説ですかね。かもしれませんね。主人公の男の人に恋しちゃったりすることもありますから。あと私、現実ではろくな恋愛をしていないから、小説みたいな恋に憧れてる部分もあると思います。おいおい、真島さん優しいんですね。少し前向きになれたかもしれません。それじゃあ。読書以外ですか？音楽を鑑賞したり、美術館に行ったり、舞台を見に行ったり。そうですか。真島さんはもし付き合うとしたら、相手の女性は趣味が合う方がいいですか？そうやな。その通りだと思います。真島さんって素敵な考え方するんですね。はい、私、真島さんと一緒にいるともっともっと世界が広がる気がします。ああ、何してますね。そうやな。はい、何でも聞いてください。それじゃあ。得意なこと、そうですね、道に迷うことですかね。私、極度の方向音痴で、すぐに道に迷うことができるんですよ。
さすが真島さん、素敵なこと言いますね。驚いた。真島さんたら顔に似合わず詩人ですね。すごいです。そうやな。そうですね、下ネタや下世話の話はあんまり好きじゃないですね。そうやな。私この仕事誇りを持ってやってますけど、唯一許せないのが下ネタを言うお客さんなんですよね。そうですね、無視します。え？なあ、でもそんなことできません。嫌なものは嫌です。その通りですね。私考え方が甘かったかも。下ネタも少しは我慢するように頑張ります。お疲れ。いらっしゃいませ、お客様。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。また来たで。どうぞこちら。ようこそ。ようこそ。ピチやな。行こうよ。お待ちしてました。美人じゃないか。今日は最高やな。ありがとうございます。嬉しいな。今日は最高だ。ようこそ。よく入ったよ。お願いします。ゲストクラス買いました。
アイス交換いたします。助かりました。失礼します。こちらに。盛り上がりましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。盛り上がってきちゃったよ。灰皿交換。さすが魔人さんですね。ありがとうございます。かわいいな。ありがとうございます。お仕事頼りになるな。はい、お願いします。嬉しい。メニュー頼りにしてます。失礼します。こちらになります。失礼いたしました。フィーバーするで。ありがとうございます。今日は最高だ。ありがとうございます。嬉しい。お願いします。おしぼり頼りにしてますからね。お願いします。ありがとうございます。はーい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いらっしゃいませ。いいじゃないか。ご延長はいかがでしょうか。ありがとうございました。盛り上がってきた。嬉しい。ありがとうございます。よろしく。よろしく。嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。お願いします。ご延長はいかがでしょう。延長で頼む。ご延長ありがとうございます。ようこそ参加させていただきます。ありがとうございます。嬉しい。お願いします。おしぼり。助かりました。嬉しい。いらっしゃいませ。ベッキーさんやないか。盛り上がってきちゃったよ。お願いします。レディースグラス。ありがとうございます。かわいいな。かわいいな。お願いします。素敵だよ。ありがとうございます。ようこそ。どうぞ。ありがとうございます。今日は最高だ。お待ちしておりました。行くなよ君。お待ちしちゃったよ。お願いします。ご延長はいかがでしょう。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございます。盛り上がります。お願いします。今日は最高だ。はい、ざらく頼りにしてます。楽しみましょう。ありがとうございます。かわいいじゃないか。敵だよ。フィーバーするで。ありがとうございます。ありがとうございます。盛り上がってきたわ。嬉しい。ありがとうございます。嬉しい。お願いします。ありがとうございます。はーい、お願いします。嬉しい。ありがとうございます。ありが
とうございます。楽しくいこうか。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。お待ちしておりました。またな。お願いします。ありがとうございます。お願いします。ようこそ参加。かわいいな。いいかな。ようこそ。お願いします。嬉しいな。盛り上がりました。ありがとうございます。嬉しいな。ありがとうございます。ありがとうございます。ようこそサンシャインへ。ありがとうございます。いらっしゃいませ。ありがとうございます。盛り上がってきたわ。ありがとうございます。ありがとうございます。お願いします。フィーバーするで。ありがとうございます。かわいいな。盛り上がってきたわ。ご延長はいかがでしょう。ありがとうございます。ありがとうございました。それじゃあ、はい。どうや。ええ。そうやな。大丈夫です。恋愛の話しましょ。夜の世界に男と女の話はつきものですからね。逃げてばかりじゃいられません。それじゃあ、そんなにはっきり聞かれると一層すがすがしいですよ。真島さんみたいな男の人、私初めて会いました。ああ、はい、とっても。あ、そういえばまだ質問の途中でしたね。私、付き合ってる男の人にいつも浮気されちゃうんですよ。だから悪い男に騙されるタイプだと思います。嬉しい。じゃあ万一そういうことになったら
よろしくお願いします。そうや、好きなタイプですか？わがままな男の人が好きかもしれないです。え？はい、こんなわがままな男の人の相手、私以外の女には務まらない。私がこの人を愛してあげないとって思っちゃうんです。おかしいですかね。正直言うと私もよく分かってないんです。でも好きになっちゃうんですよね、わがままな人。そうか。いいですよ、わがまま言ってみてください。それじゃあ、やめさせていただきます。いや、わかってますよ、ちょっとからかってみただけです。面白い人ですね、真島さんって。それじゃあ、私自身は恋愛してでもそうでなくてもあんまり変化がないと思いますけど。え？ただ相手中心の生活になっちゃうかも。髪型も服装も生活スタイルも料理の味付けも、好きな人を喜ばせるためなら全部彼好みに合わせちゃうかも。ちょい待てよ。不幸な恋愛体質？そうですよね、やっぱり私って幸せな恋愛ができないタイプですよね。そうやな。え、でも好きな人が自分の好みのタイプに近づいてくれたら嬉しくないですか？うん。真島さんってたまに素敵なこと言いますよね。え？そういうところとっても好きですよ。ん？それじゃあ、正直言って元気じゃないです。とりあえず今は気持ちの整理をしています。自分の気持ちがよくわからなくて。迷ってばかりですね、私。でした。私の特技でしたね、道に迷うの。ああ。
真島さん。はい、ありがとうございます。いらっしゃいませ、お客様。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。どうもどうも。楽しみましょう。で、なんでかやも。いらっしゃい。かわいいな。ありがとうございます。よろしくお願いします。かわいいな。お願いします。嬉しいな。こちらになる。さすが真島さんですね。よろしくお願いします。人じゃないか。行こうよ。ありがとうございます。ようこそ。かわいいじゃないか。行こうよ。嬉しいな。盛り上がっています。はいはい、嬉しいです。ありがとうございます。はい、ザラさん助かったわ。お願いします。いいこちらになります。お願いします。ご延長はいかがでしょう。ありがとうございます。かわいいさ。あー、すぐよ。お願いします。メニューありがとね。嬉しいな。ご延長はいかがでしょう。ありがとうございます。今日は最高だ。ようこそ。ようこそ。どうもどうも。アイス交換いたします。めっちゃタイプや。楽しいよ。フィーバーするぜ。盛り上がってきちゃったよ。お願いします。かわいい。灰皿交換。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。最高だ。最高だ。ありがとうございます。
いらっしゃい。また来ましたよ。嬉しいです。わーい、お願いします。嬉しいです。美人だな。わーいわーい、いらっしゃいませ。おう、ようこそ。また来たね。お願いします。ありがとうございます。ご延長はいかがでしょう。ありがとうございます。サンシャインにお願いします。嬉しいです。素敵だよ。やったー。いらっしゃい。どうぞこちら。ゆっくんさんやないか。お待ちしてました。ピチピチやな。サンシャイン、よかわいいね。また来たね。盛り上がってきたわ。楽しみましょう。ゆっくんさんやな。嬉しいです。わーい、最高だよ。フィーバーするぜ。ご延長はいかがでしょう。ありがとうございます。嬉しいな。いらっしゃい。大好きな。嬉しいな。かわいいよ。ありがとうございます。いらっしゃい。お願いします。かわいいな。嬉しいな。おしぼりで。ありがとう、まじまさん。ご延長はいかがでしょう。ありがとうございます。いらっしゃい。嬉しいな。かわいいな。ありがとうございます。よろしくお願いします。よく、ありがとうございます。メニュー助かったわ。お気に入り。嬉しいな。ありがとうございます。よろしくお願いします。美人じゃないか。盛り上がってきちゃったよ。ご延長はいかがでしょう。ありがとうございます。お願いします。アイス公開です。ありがとうございます。ありがとうございます。ようこそ。よっこそやな。お気にね。お気にね。盛り上がってる。面白いね君。ご延長はいかがでしょう。ありがとうございます。イエスとグラス。お願いします。お願いします。イエスとグラス。頼りになるな。ご延長はいかがでしょうか。ありがとうございます。素敵だよ。よろしくお願いします。嬉しいわ。生かしてるわ。ありがとう。かわいいじゃないか。盛り上がってきちゃったよ。フィーバーするぜ。今日は最高だ。ありがとうございます。
嬉しい。ありがとうございました。それじゃあ、はい。どうや。ええ。それじゃあ。私、真島さんに質問があるんですけど、聞いてもいいですか？ん？いいんですか？じゃあ、ついでだし、日頃気になってたこと、いろいろ質問してみようかな。そうですか。じゃあ、真島さんって どういう女の人が好きですか？そうやな。おしとやかで女らしい。わかったわ。のはもっとちゃんとしたタイミングでお願いしますよ。え？そうですね。私、真島さんに聞いてみたいことたくさんあったんですけど、いざ何でも聞いてもいいよって言われたら、何を聞いたらいいのかど忘れしちゃいました。え、真島さんもど忘れの失敗経験あるんですか？私もよくあります。石鹸に洗剤、ティッシュなんかもそうですね。日頃よく使う日用品だと特に忘れちゃいます。ああ、はい、私たちド忘れコンビですね。真島さんに聞きたいことを思い出しました。ん？
真島さんってその結婚してるんですか？え？全然想像つかないです。そうか。そうだったんですか。そのことがずっと気になってたんですよ。もちろんです。それじゃあ結婚の話が出たからついでに聞きたいんですけど、真島さんって結婚願望ってありますか？そうやな。そうですか。真島さん意外といい旦那さんになりそうだなって思いますけど。え？お世辞なんかじゃありません。私は真島さんみたいな旦那さんがいたら毎日幸せに過ごせそうだなって思いますよ。なるほどな。真島さんは私のことをどう思ってますか？え？ずっと聞きたかったんです。答えてくれますか？そうやな。大事ってどういう？私のことを思ってくれてたんですね。嬉しい。はい。でも女の子にどっしり構えてるなんて表現失礼ですよ。いや、分かってますよ。冗談です。お疲れ。